マーマンはルイーズ・ブルジョワによるステンレス、聖堂、大理石製のインスタレーション彫刻作品である。この雲をかたどった彫刻は高さ30フィート、幅33フィートを超える。32個の大理石の卵が入った袋があり、その腹部と胸部は聖堂でできている。題名のママンは母を意味するフランス語。この彫刻は百九十九年にブルジョワの 在ユニリーバーシリーズの年次委員会就任に伴って制作された。最初の作品はスチールで制作され、その後にブロンズで鋳造したものが6つある。お腹の袋に入った大理石でできた卵、中立飛行機旋会社2011この彫刻は、1947年にブルジョワが最初に小さなインクと木炭で描いた雲のテーマを取り上げ、1996年制作の スパイダーに続いている。クモは、宝石、檻、養育、保護のすべてを持つブルジョアの母親の強さを暗示している。彼女の母親、ジョセフィーヌと父親ルインは、パリでタペストリーの修理をする工房を経営していた。ルイーズが21歳の時、母親を謎の病によって亡くす。母の死の数日後、彼女の悲しみを深刻に捉えなかった父の目前で、 ルイーズは、ビエーブル側に身を投げ自殺を図ったが、父によって救護され、一命を取り留めた。The Spider is an old to my mother, she was my best friend, like, a spider, my mother was, a weaver, my family was in the business of tapestry restoration, and my mother was in charge of the workshop, like spiders. マイマザーはスベリークレバー、スパイダーズアレフレンドリープレザンセスザットイート、マスキートス、ビーノーザットマスキートススプレッドディジージスアンドアレ、ゼアフォーアンウォンテッド、ソ、スパイダーズアレヘルプフルアンドプロテクティブ、ジャストライクマイマザー、ルイーズブルジョは制作されたうちいくつかは、常設展示されている、ツアーでの展示場所、ありがとうございます。